マラガは、スペイン南部のアンダルシア州に属するマラガ県の県都である。地中海岸のリゾート地であるコスタデルソルの中心にあたる。世界有数の歴史を持つ都市であり、紀元前770年頃にフェニキア人によって建設されたマラカに遡る。紀元前6世紀からは、カルタゴの支配下にあり、紀元前218年からは、 マラカとして古代ローマの支配下にあった。ローマ帝国が崩壊し、西郷と王国の支配が終焉すると、約800年間はイスラーム勢力の支配下にあった。1487年にはカスティーラ王国のレコンキスタによって、キリスト教勢力の支配下に戻った。フラメンコの様式であるマラゲーニャは、マラガで生み出された。2016年には、欧州文化首との候補となった。 マラガは、グアダルメディナ側の川口部に形成された町で、港湾設備も有する。マラガが属するアンダルシア州の海岸部には、西から大西洋の外洋に面している、ウエルバ県、イベリア半島とアフリカ大陸を隔てる、ジブラルタル海峡に面している、カディス県、そして地中海に面するマラガ県、グラナダ県、アルメリア県と並んでいる。このように、 アンダルシア州の海岸部の中央に位置しているのがマラガ県であり、その県都がマラガである。この付近の地中海沿岸はコスタデルソルと呼ばれ、マラガはその中心地に位置する都市でもある。なお、ジブラルタル海峡からは約1 3 0トル離れている。また、背後の内陸部にはマラガ山地が連なっている。2017年の人口は56万9 0 0人であり、 アンダルシア州ではセビリアに次いで第2位。スペインではマドリード、バルセロナ、バレンシア、セビリア、サラゴサに次いで第6位である。ヨーロッパの大都市としては最も南にある。マラガの自治体域は11の行政区に分けられる。地中海の海岸線に沿って都市的地域が伸びており、リンコンデラ、ビクトリア、トレモリーノス、ベナルマデナ、フエンヒローラ、 アラウリンデラトーレ、ミハス、マルベーリャ、サンペドロアルカンタラなどの自治体がマラガの都市的地域に含まれている。2012年時点でマラガの都市的地域は827.33平方キロメートルの面積に106万6532人の人口を有する。マラガ都市圏はこれらの自治体に加えて内陸部の山岳地帯にある自治体や さらに遠方の沿岸部にある、自治体も含まれる。マラガの西側の自治体では、カルタマ、ピサーラ、コリン、モンデ、オヘン、アラウリン・エルグランデ、エステポナが、北側の自治体では、カサベルメハが、東側の自治体では、トタラン、アルガロボ、トロフ、ベレスマラガが、マラガ都市圏に含まれる。マラガ都市圏の人口は定義にもよるが130万人から160万人で、あり、 都市圏人口は増加傾向にある。2017年の自治体人口は56万9002人だった。1970年代以降、外国人居住者数が大幅に増加しており、特にイギリス人とドイツ人が多い。外国人居住者は地中海岸の地区に多い。マラガは熱帯性の特徴を持つ地中海性気候であり、欠片の気候区分では、 草に分類される。年間日照時間は長く、年間300日の晴天日に対し、雨天日は40日から45日程度しかない。冬季は気温があまり下がらずに穏やかである反面、夏季は暑く乾燥しがちであり、特にアフリカ大陸方向から地中海を越えてくる熱風が吹き込むと高温になる。ただし、地中海岸に沿って、 東の方向から吹いてくる両風の影響も受ける沿岸地域であるため内陸部と比べると夏の暑さは幾分しのぎやすい。ヨーロッパの人口50万人以上の都市の中では最も冬季の気温が高く12月から2月の平均気温は摂氏17度から18度である。冬季にはマラガ山地がスペイン内陸部の寒い気候を遮断する役目を果たす。 4月から11月までは夏季であるが、12月から3月までの期間も気温が摂氏24度を超える場合がある。日中の年平均気温は摂氏23.3度であり、夜間の年平均気温は摂氏13.7度である。最寒月である1月の日中の気温は摂氏13度から20度であり、夜間の気温は摂氏5度から13度である。 最短月である8月の日中の気温は摂氏26度から34度であり、夜間の気温は摂氏20度を超える。1月の平均海水温は摂氏16度から17度であり、8月の平均海水温は摂氏26度である。紀元前1000年頃、フェニキア人が現在のマラガの位置にマラカという都市を建てた。マラカの名はおそらく、 フェニキア語の塩から来ており、港で魚が塩漬けにされたことによる。その6世紀ほど後、カルタゴの領土だったイベリア半島の他の地域と共に、ローマ人により征服された。5世紀からは、西ート王国の支配下に入った。8世紀に、イベリア半島は、イスラム教徒に征服され、マラガは重要な貿易の中心地となった。マラガは後うまいや蝶に領有された後、 大破時代には、グラナダとは独立した王国の首都となった。この時期、マラガは、マラカーと呼ばれていた。レコンキスタの最終期になってから1487年に、スペイン王国に征服された。1704年に、沖合で、スペイン継承戦争の局地戦であるマラガの海戦が、起こった。1572年当時のマラガスペイン内戦中の、 マラガの戦い1919 19年には、マラガ空港が開港し、フランスのトゥールーズ、スペインのバルセロナとアリカンテとマラガ、アルジェリアのカサブランカを結ぶ定期便の航路に組み込まれた。1920年代、詩人のフェデリコガルシア・ロルカを含むマラガの知識人は、フラメンコ歌手が歌うカフェデチニータスを社交の場とした。1931年3月14日に、 スペイン第二共和制が成立すると、スペイン各地で修道院や教会などの宗教施設が破壊される暴動が起こり、マラガはスペインの中でも修道院焼き打ちが特に激しかった都市となった。この焼き打ちでは多くの歴史資料、宗教が図書資料などが破壊されており、17世紀の彫刻家であるペドラデメンナの作品なども破壊されている。 1936年7月にスペイン内戦が勃発すると、1937年2月初頭にはマラガの戦いが起こり、共和国派の支配下にあったマラガは、フランシスコ・フランコ率いるナショナリスト派とイタリア軍の攻撃にさらされた。約1週間の戦いで共和国派が敗北し、マラガはナショナリスト派に占領された。多くの民間人や兵士が、 アルメリアに向かって配送したが、空軍、海軍、戦車、砲兵などによって攻撃される、マラガイコールアルメリア未知の虐殺も起こった。1950年代以降には、コスタデルソルの観光ブームが起こり、多くの外国人観光客が訪れたことで、マラガの経済は発展した。この時代には、マラガ県各地から県とマラガへの人口の移動も起こっている。 1972年8月18日には既存の高等教育機関を統合し、マラガ県発の公立大学であるマラガ大学が設立された。1988年9月27日には、マラガからトレモリーーノスが分離されて独立したムニシピオとなった。これによって、マラガの人口は約5万人減少している。1992年には、 先端技術を扱う企業などが入るアンダルシアテクノロジーパークが発足した。マラガにおいて重要な産業は観光業や建設業であるが運輸業や物流業なども拡大している。アンダルシア州最大の銀行であるユニカハはマラガに本部を置いている。1992年には研究学園都市であるアンダルシアテクノロジーパークが発足した。マラガは スペイン南部における経済と金融の中心地であり、経済活動においては、マドリード、バルセロナ、バレンシアに次いで第4位の都市である。マラガは、リゾート地コスタデルソルの中心にあり、人気のある観光地でもある。イギリス、アイルランド、オランダ、ドイツなどから、格安航空便が飛んでいる。マラガを拠点として、セビリア、コルドバ、グラナダ、ハエンなどへ、 鉄道やバス、乗用車で訪れることができる。マラガコスタデルソル空港マラガの中心市街地から南西8キロメートルにはマラガコスタデルソル空港がある。2008年の旅客数は1281万人であり、アドルフォ・スアレス・マドリード・バラハス空港、バルセロナ・エル・プラット空港、パルマデ・マヨルカ空港に次いでスペイン第4位だった。マラガコスタデルソル空港は アンダルシア州最大の空港であり、旅客数の85%は国際便の旅客だった。北ヨーロッパ、東ヨーロッパ、中央ヨーロッパだけでなく、北アフリカ、中東、北アメリカなどに向けた国際便も運行されている。マラガマリアサンブラーの駅に停車するアベニューの車両1992年にはスペイン発の高速鉄道線として、 マドリードセビリア高速鉄道線が開通し、コルドバから在来線に乗り換えることで、マラガを訪れることができた。2007年には、コル、コルドバからの距離は約 150km であり、プエンテヘニルとアンテケーラに途中駅が設けられている。1990年代後半には交通渋滞の緩和のためにライトレールの建設が提案され、二千十四年七月三十日には、 マラガメトロの2路線が開業した。1号線は、マラガの中心市街地と西部のマラガ大学やビルヘンでラ・ビクトリア大学病院などを結んでいる。2号線は、マラガの中心市街地と南西部のパラシオデデ・ポルテス、ホセ・マリア・マルティン・カルペナなどを結んでいる。市内中心部では両路線ともに地下を走行しており、1号線は、郊外で地上に出るが、2号線は、全線が、 近く間であるマラガ港マラガ港は地中海沿岸で有数の歴史を持つ港湾であり、紀元前1000年頃にフェニキア人によって設立された。古代ローマ時代には陶器やワインなどの輸出港となり、イスラーム時代末期にはナスル朝グラナダ王国の貿易港として繁栄した。レコンキスタ後にはスペイン王国の輸出港としての地位を確立させ、 1814年には初めて東大が建設された。今日ではクルーズ船の気候や工業製品の輸出入が行われている。マラガ港からは小規模な漁船も出港しているが漁港としての性格は弱い。高速道路の A-45 号線がマラガとコルドバを結んでいる。スペイン北東端のバルセロナから スペイン南端のアルヘシラスまで地中海岸を走る A-7 号線は、アルメリアとアルエ、シラスの間の区間でマラガを通過している。マラガ大学、フランコ体制末期には、マラガはヨーロッパの人口30万人以上の都市として唯一大学を持たない都市だったとされる。1972年には、公立大学としてマラガ大学が設立された。 16世紀に設立されたセビリア大学とグラナダ大学に次いでアンダルシア地方で3番目に設立された大学である。2016年のマラガ大学では約3万人の学部生、約2500人の大学院生が学んでいる。マラガ大学は工学校、建築学校、通信工学校、産業工学校、コンピュータ工学校、健康科学部、医学部、 心理学部、理学部、芸術学部、人文学部、社会学部、教育学部、経済学部、経営学部、法学部、社会福祉学部、観光学部の13学部5学校があり、あらゆる学問分野の専攻を有している。郊外にある大規模なテアティーノスキャンパス、中心市街地のエルエヒドキャンパスの2キャンパスを有している。エスタディオラロサレーダ七千五百人収容の 陸上競技場として、エスタディオでアスレティスもシューダでマラガがある。2006年には、ヨーロッパ国別対抗陸上競技選手権が開催された。1万7000人収容の屋内水泳場として、セントロアクアティコでマラガがある。2008年には、ヨーロッパ水球選手権が開催された。マラガやその周辺地域では、サーフィン、ウィンドサーフィン、カイトサーフィン、スクーバダイビング、 ボーーーート競技などのウォータースポーツを行うことができるサッカーマラガ最大のサッカークラブはマラガ CF である。マラガ CF は1904年に設立され、2018から19シーズンはセグンダディビシオンに属している。国際大会では2002から03シーズンの UEFA ヨーロッパリーグでベスト8となり、2012から13 シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでベスト8となった。3万4 4人収容のエスタディオラ・ロサレーダをホームスタジアムとしている。エスタディオラ・ロサレーダはスペインが開催国となった 1982FIFA ワールドカップの会場として3試合が行われた。コンサートなどに使用されることもあり、ジョージ・マイケルやシャキーラなどがこのスタジアムでコンサートを行った。 マラガ CF の他の男子サッカークラブには、セグンダディビジオン B などに所属する CDL、パロなどのサッカークラブもある。女子サッカークラブとして、マラガ CF、フェメニーノがある。マラガ CF、フェメニーノは1992年に設立され、2016年にマラガ CF の参加クラブとして再設立された。1997から98シーズンには、 プリメーラディビシオンフェメニーナで優勝し、1998年にはコパデラレーナでフットボールで優勝した。2018から19シーズンはプリメーラディビシオンフェメニーナに属している。バスケットボールバスケットボールクラブとして CB マラガがある。CB マラガは1977年に設立され、2018から19シーズンはリーガアッコブに属している。 1994から95シーズンのリーがアッコブで準優勝し、2005から06シーズンのリーがアッコブで優勝した。2005年のコパデルレーで優勝し、2009年のコパデルレーで準優勝した。国際大会では2006から07シーズンのユーロリーグで3位となり、2016から17シーズンにあればユーロカップで優勝した。 CB マラガは14000人収容のパラショーでデポルテス・ホセ・マリア・マルティン・カルペナをホームアリーナとしている。このアリーナでは2007年に NBA ヨーロッパライブツアーが行われた。マラガの姉妹都市は以下の通りである。ありがとうございます。